さてこの時間は新しい技術やサービスで未来を切り開き IPO を目指す企業家の登場するコーナー IPO の卵磨きイノベーションです。今回のゲストは研修動画の配信システムを手掛けているクリップラインの高橋雅人社長です。高橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さんのねここにマークとかついてここに文字があるそのパーカーいいいいパーカーですね。はいありがとうございます。広報指定で今日来てまいりました。社名のねはい会社のマークもついているところですね。 そんな高橋さんのこのクリップラインを起業される手前ですね当初はアクセンチャーで働かれてたんですがそこを辞めてです、ね、起業されたということでこれまでの経緯なんか教えてもらえますでしょうか、はい、新卒でアクセンチャーに入ったんですけれども、はいえー、アクセンチャーに入る前は大学では生物学をやってまして、うんえー、問題解決というところにずっと興味がありました。はいで アクセンチャーでコンサルティングということで企業の問題解決をしたいということで、うん、まあいろんな業界のです、ね、コンサルティングを IT 戦略から最後のシステムを構築してテストして実行するというところまで一通りのフェーズをやらせていただきました、はい、ただアクセンチャーだとやっぱり IT にこうよるというところでもともとやりたかった 企業の経営そのものの解決をしたいということで別のコンサル会社で10年ほどやっておりましたアクセンチャアの時はどういう業界がに担当してたんですかアクセンチャアのはもは金融から通信から製造業からさまざまやらせていただいたんですけれども次の会社では主に飲食業ですとかアミューズメントですとか多店舗を展開する企業様のコンサルティングというのをさせていただきました。なるほど そんな形で起業しようと思われて今、クリップラインやられているんですがそれにまつわる今回のテーマはこちらですねサービス業の生産性ということで日本,のね日本も含めたというところですかねサービス業、課題なんかも含めてどういう状況に置かれているか日本ではサービス業の生産性が非常にこう低いと言われてまして、うん 日米を19か国の中で2017年のデータですと17位と非常に低いアメリカと比べても半分イギリスドイツと比べても3分の2というふうに言われております。 でさらにあの引いて考えますと、うん、次のスライドですけれども、はい、実はもうサービス産業っていうのは、日本の GDP の7割近くをこう占めるほど、まあ、大きな産業になっています。です,ねうん、ですので、まあ、最近よく言われる30年ぐらいですね、賃金が上がってないという問題も、実はサービス業の生産性の低さっていうのが非常に大きく影響しているかなと。 いいいうに考えていますなんか日本は、ね、製造業が強いと思う株価なんかはその円安になったら製造業が利益が大きくなるからそっちの方がいいんだという論調はあるんですけど実際のところはこの状況だしこの状況が続きそそううとも見られるんですかそうですすかね、うん、あの世界的にあの産業のサービス化というのが進んでいると言われておりましてこれ見ていただいても明らかな通りもりサービス業が基幹産業で、まあ、ここで非常に多くの人が働いているというのが 状況になっております、はい、働く人も多いというこの産業の中でサービス産業というものの特徴をまとめていただいてますの、ね、で次のスライド見ていきましょうただあの、はい、サービス業生産性を上げようと思っても難しい問題が3つ、うん、今日はご紹介したいと思うんですけれどもまず1つ目はサービスそのものがですね無形性、同時性消滅性、変動性とものと比べて非常にこうデータが取りづらい、うん、扱いづらいというところがまず1つ挙げられます。消滅性あ,あ 在庫がまあ消えていいくからとうことかそうですね、物だとストックできるんですけれども、サービスだと、在庫することができないということですね、はい、いいサービスだから貯めとこうみたいなことが、やりにくいということですまあサービスは目に見えない、あと生産と消費が同時わ分かるんですけど、変動性ってどういうことですか変動性っていうのは、ですね、うん、例えばこう飲食店で接客をするっていうときも、おばあちゃんに対する接客と、えー、<ー>お子様に対する接客と、変えないといけませんねということなので、いい悪いの判断も、ですね、まあ、かなりこう状況によると。 でですのでこうデータが取りにくいというのが一つ目の生産性を上げにくくしている要因かなと思いますもう一つはそうですね二つ目が次のスライドですけど例えばあのコンビニみたいなところを想像していただくと実はあの作業種類が非常に多いというのがサービス業の特徴です。うん 生産性を上げるとなるとすぐにこう、うん、最近だとロボットを導入するとか AI を入れるとかっていう話にこう、うん、なりやすいんですけれども実はその AI とかロボットを入れられるところというのはある程度、塊としての作業があるところにこう限られて、うん、実はあの作業種類がもう非常に多いとこれコンビニを例にしてというところなんですがこの中で AI ができる、できないってどこになっていくんですか あの例えば、定型的な調理をロボットにさせるとかですね飲食店とかで最近増えているタッチパネルという注文を取るこう限られた領域ですとこう AI 化とかロボット化データが取れるのでやりやすいんですけれども、うん、あのたまにしかこう発生しないようなものとか対お客様のクレーム対応とか応そういうものが非常に <laughs> 難しくなるということですね。はいまあ、そうってできないことも あるとまあ、生産性革命それだけでは AI だけでは実現できないことそ,、ね、そしてもう一つはで最後あの大手の企業ですと、うん、生産性が高いように思われるかもしれないんですけれども実はあの大手は大手なりにこう組織内のこう伝言ゲームっていうのが非常にありまして、うん、あの多くの企業様ではサービスを提供するのは現場の店舗。 で企画するのはこう本部というようにこう分かれていることが多いんですけれども、はい、なかなかあのそれを店長目線で見るとですね、うん、あの企画をする本部自体がこう商品部、営業部、えー、研修部とかですね、こういろいろ分かれていて、うん、全部それがこう店長にこう負荷が寄ってしまうというところがあります。はい、そうするとなかなか本部の意図通りに現場に物事がこう伝わらないと、うん、まあその結果として、えー、本当はいいはずのサービスっていうのが 現場ではお客様に提供できないというようなことが起こっている。このまあ伝言ゲームっていうのがまあ三つ目として挙げられるかなと思います。はい。まあこのサービス業の生産性を高めにくい背景がある中でではクリップラインさんどういう授業内容をされているか、こちら詳しく教えてもらえますでしょうか。はい、あの今のまあ三つの問題にどうアプローチするかっていう話なんですけれども、うん、我々まずあの左下あのコンテンツ制作部隊というのを持ってまして。うん サービスを映像という形でデータ化するということをさせていただいていますで。それもあの1分程度の短尺動画というのを使うんですけれども、まあ、これによってなかなかこう表現しにくいサービスでも映像としてえ表現しかつそれを短尺にすることでサービスの種類あるいは作業の種類をこう数えられる状態にするというのがこの左下のコンテンツ制作になります。はいでまあ、そうすると あの先ほどの説明の通り非常に数が増えますのでなかなか数の多い短尺動画っていうのを組織の中では使いづらいま今まではこう人が人を教えるということをやってましたのでまそのえ習慣をですね変えるという意味でま組織のコンサルティングっていうのを主に我々お手伝いをさせていただいてますでその上でクリップラインという IT ツールを我々月額課金のモデルで提供させていただいているんですけれどもそれを 本部向けのプロダクト、現場向けのプロダクト、まあ、店舗向けのプロダクト、さらに個人向けのプロダクトという,こう3つを用意させていただいて、でなかなかこう捉えづらいサービスというものを映像の形で、かつそれを組織の中で生かしていただける形で提供するということをさせていただいてますまあ社員、まあ、研修的なものもなんか安定化しますよね、この同じものを見ていくと、ね、同じものを共有できるということで。はい あの同時に配信できるということだけではなくて、うん、クリップラインは双方向、現場と本部ある,るあるいは本部と,、えーえー、と現場と現場という、うん、双方向のやり取りができるというところが大きなな特徴になっております、はい、次のスライド、いきましょう、えー、従来の伝言ゲームを刷新すすするとということです、ね、そうこででねねそ、うん、今のような短尺動画の形を撮ることによってその店長ボトルネックになってしまっているところをこの、えー、本部と現場を直接つなぐ 店長の代わりに映像がこう教えることによって実は映像が人の代わりになるぐらい、えー、有用なものになります、うん、でさらに、えー、結構ばらつきが大きいんですねいい店舗そうじゃない店舗のこのばらつきを減らすために他拠点のこうノウハウを組織の中で還流させるっていうようなことをあ、はい、あのさせていただいてます、まあ、それによって組織全体の生産性が上がっていくというような仕掛けですク、うんえー、リ,リップラインは現在どういった、えー、業界なんかに導入されてるんでしょうか そうですねあの次のページお願いいたします、えー、まあ、小売外食介護とかですね本当様々なあの業界で今あの主に大手の企業様でご利用いただいてまして、はい、もうすでに100社を超える企業様で合計1万5000店舗40万人にご利用いただいておりますわ、はい、かりましたでは、えー、これからの事業展開について高橋さんどういうことを考えられているんでしょうかはい あの我々ビジョンをですね最近え文字としても策定させていただいたんですけれども次のページお願いします。世界ののサーービスの進化をテクノロジーでこう実現するとなかなかあのサービスは今まで人から人にえあるいはえースーパーバイザーが現場に行かないとサービスの状況をチェックできないというのが当たり前の世の中だったわけですけれどもまあ我々は一つ映像というものを武器に 現場に行かなくてもあるいは人が人に教えなくても、うん、サービスを進化させるということをお手伝いをしたいなと思っておりますでさらにあの確かに日本は生産性は低いと言われていますけれども、うん、クオリティで見れば品質で見れば世界最高だと思いますのでその世界最高の、えー、日本のサービスをです、ね、世界に輸出できるようなこう産業にこうするお手伝いをしていきたいなというふうに思っております。うん、なるほど分かりました、えー、では 最後の質問になるんですが高橋さんこの授業を通じてです、ね、世の中をどのように変えられたいかこちらお話しくださいあの途中あの申し上げたとおりすで、うん、に、えー、サービス業というのは GDP のこう7割を占めるで労働力で見ても7割の人が国内だと従事をしていると言われております。でさらに 世界的にもです、ね、産業のサービス化というのが進んでいると言われていますので、うん、これからますますサービス業というのは重要な産業になると。にもかかわらずニュース見てますと、うん、なかなか、えー、こうちょっと日常生活は想像できないような事件が起こったりですとか、うん、えまあ普通にこう長時間労働だったり休みが圧倒的にこう短かったりというようなことが実際のサービス業の現場では起こっていると。 でさらにサービス業で働く人というのは非正規の雇用形態が多くてああなかなかです、ね、正社員の方というのは50歳ぐらいをこう、えー、ターゲットにこうどんどん賃金が上がっていくんですけれども非正規社員の方というのは、まあ、月給20万ぐらいから全然こう統計的にも上がっていないということがありますので、うん、なかなかです、ね、基幹産業であるにもかかわらずサービス業が、うん 働く人にとってですね魅力的ななな産業になっていいというのが非常にに残念なな現状かなという,ふうに思っておりますですのであの我々はですねそこに対してこのテクノロジーというのをこう導入することによって基幹、うん、産業のサービス業が少しでも働く人にとって魅力的でありでその魅力的な人たちが、えー、多くの消費者により良いサービスを提供するというような世界をですねあの作っていきたいなというふうに考えております。 ありました。今日は、えー、クリップライン高橋社長にお話いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。